ルカップルカップルです。2人は一体どんなカップルを演じるのか。それでは、はい、なりきりシチュエーションスタート。付き合って半年、誰もが認める熱いカップルの2人。この日は久々に海へと出かけた。風に戸惑う弱気な僕。めっちゃ綺麗だね海。なんかさ、ここには2人しかいないんだよ。そうだよ。震えてるよ。だってすごい接近してるじゃん。そんな中、ふとしたことで彼の浮気が発覚。砂浜で喧嘩が始まった。そう、言いたいことがあったのよ。なになになに。浮気したでしょ。俺が。この前なんか女と歩いてたでしょ。人違いだって。いや、歩いてた。じゃあ携帯見せよっか。いいよ。ねえ、ねえ、ねえ、以外の名前ないよ俺。いい、もう別れる。ちょっと待ってよ。嫌だ。なんで。大好きだ。話して。しかし彼の浮気は勘違いと分かり、再び熱々の2人。エンド。心配させてごめん。お前だけが好きだから。私もあんただけが好きよ。そんな中、今度は彼女の浮気が発覚。俺はどこがダメなんだよ。いきなり。お前この間あいつとコンビニでコンビニでさ、缶ジュース一緒に飲んでただろ。そんなことしてないわよ。関節キスじゃん。いいじゃない、関節キスぐらい。俺そうだ、絶対無理。そんな争いもつかの間、実は彼が北海道へ引っ越すことを打ち明けた。突然の別れが。本当ごめん。俺行きたくないよ。本当に行くの。夢があるんだ。と思ったら、ここは北海道。二人は前よりご近所さんになったのである。ご近所さん。ホタル。お前がついてきてくれたから今がある。二人でちっちゃな喫茶店をやっていこうな。そうね。そして二人でこいつを、この犬なんてしたんだ。ポッケから出した。この子、二人のこの子、今ポッケから出した。付き合って2年、結婚して3年、今ではすっかりマンネリ化し、冷め切ってしまった夫婦関係。おい、飯飯。飯食いなさい。飯だ。私きついの。おい、そらねえんだな。俺は新聞は新聞。取ってこいよ。いや、自分取りなさい。味噌汁ぬるいし。ご飯食うの食べなくていいわよ。じゃあ俺家出るぜ。いいよ。あ、そう。お前が出てけよ。なんで。素晴らしい。素晴らしいわこれ。